でさっきね、納豆とかね、いろいろね、各地の有名なものをね、教えていただいたんですけれども、今日はふかもんから皆さんにね、ふかもんのいいところをお伝えしようかな。何をお伝えしていきましょうか。あらあらあら、何、ほっぺたが気になる季節かな。むしゃ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 、あらあらあら、むしゃむしゃ、鼻ほじほじほじ。それもヒントなのかな。やめてやめて、それもヒントなの。あ、そんな全然関係ない。やめてやめてよ。うん、なになに、うんうん、あ、僕のほっぺ、くまモンのほっぺですね。うんうんうん、ドンドンドン、営業部長、下から読んでもトントントン、これですね。皆さん分かりましたか。くまモンのほっぺ、真っ赤っかなね、色もトントントン3文字です。そしてね、カタカナだったりひらがなだったりね、あるけどね。さあ皆さん分かった方いらっしゃいますでしょうか。同じ文字がね、トントントンとあるんだよね。上から読んでも下から読んでも同じなんだよね、くまモン。さあ皆さん分かりましたか。赤くて上から読んでも下から読んでも同じ言葉です。さあ分かった方、はーい。あ、すごい。さあくまモン、ちょっと当てていきましょうか。どうしようかな。さあ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 、くまモンに、くまモンに、あれこそ答え出てよ。あ、また同じ言葉でしょうかな。また同じ言葉でしょうかな。ありがとうございます。